7人制、ラグビー男子ニュージーランド代表は、国際大会に派遣される7人制ラグビーの男子、ニュージーランド代表チームである。愛称は、オールブラックスセブンズ、ワールドラグビーセブンズシリーズ、ラグビーワールドカップセブンズなどに出場している。7人制、ラグビー初の国際トーナメント大会1973年、国際セブンズーサイドトーナメントに参加。 1999年からワールドラグビーセブンズシリーズに参加。そこからシーズン総合6連覇。その後2001年のラグビーワールドカップセブンズで初優勝。通算ワールドラグビーセブンズシリーズ総合優勝13回、ラグビーワールドカップセブンズ優勝3回を誇る。2020東京五輪では決勝進出するも7人制フィジー代表に敗れて銀メダル。ふとは、 共同キャプテンティム・ミケルセン・スコット・カリー・ディラン・コリアトネンー。去年、シーウアマ・ナキ・ニコル・アンドリュー・ニュース・タップ・ナロヒ。ミック・ブラック・シオネ・モリアカート。ベーカー・ジョー・ウェーバーへテネナナイ内ツロ、レーガン・ウェア。ありがとうございます。